はい、どうもショータイムゴルフです。今回はコメント欄の方にクラブセッティングを教えてほしいという書き込みがたくさん見られたので、僕のクラブセッティングを紹介したいと思います。はい、僕はですね、ウッドはドライバースプーン、18度のユーティリティの3本です。そしてアイアンは4番からピッチングまで、そしてウェッジが3本あります。50、56、60です。で、ドライバーは M3 ですね。 M3 の 9.5 で、シャフトが 661TR 6X ですね。3ウッドが M4 15度ですね。スピーダー 757TRX です。 UTT がヤマハリミックス U3 18度。これがシャフトが NS の950S です。んで4番円が P790 の4番円です。シャフトが、モーダス 105S です。5番アイアンから、ピッチングまで テラメドの P770 です。シャフトも NS のモーダス 105S です。そしてウェッジが50と56度がテラメイドミルドグラインド、バンスが9度、50度は9度、56度は、12度で、60度がハイトウェッジですね、テラメイドので、シャフトが KBS ハイレボ 2.0125の S です。番手別の飛距離は、まあ、ドライバーで300以上です。で、 M4 が、まあ、270-80ぐらいですかね。で、 UTT の3番が、まあ、大体250-50ぐらいですかね。250ぐらい。4番が225-35、5番が210、6番が195、7番が180、8番が、165-70、9番が150ちょいぐらい、55とか、ピッチングが140-145、50が130、56が110、60で95-100ぐらいですね。はい、以上僕のクラブセッティングでした。